さあやってまいりました、リズムのシムシティ4目指せ100万人都市。なんとなくゲームを進めました。トキオシティ人口3万人、ニビシティ人口3万1000人、そしてあれここからもうお見せしてないんでしたっけ。花田シティは作った、花田シティ作ったとこ見せました、見せてない気もしますね。1万6000人、そしてクチバシティ、ここねあんま発展9000人しかしてないんですけど、こう思いっきりこう港をコンセプトに、でこれフェリーとかも用意してるんですね。そしてシオンタウン、これ岩山トンネルがある感じで、お月見山よりこうとんがった感じのね、岩枠が出てくる感じをイメージしてシオンタウンを作りました。さあそして、今日作っていくのはここ山吹シティを作っていきたいと思います。まあ赤緑でね、ポケモン知らない方何のこっちゃって感じだと思うんですけど、ポケットモンスター赤緑で次行くとしたら山吹というよりは玉虫シティなんですが、ここは、山吹でちょっとコンセプトがあるんで、それを元にやっていきたいと思います。山吹シティといえばシルフカンパニーっていう、なんかボール作ってる、モンスターボール作ってる会社が、ロケット団っていうね悪い結社に乗っ取られちゃうんですね、会社が。ちょっとねそんな感じで会社が乗っ取られるっていうのをイメージして、な悪の組織を作ることができるぞっていうのをねお見せしたいと思います。ちなみにこれはなんかすごいすり鉢状になってるんですけど、これは山吹シティは四方八方をなんかこう検問所じゃないわ、なんかこう通れなくなってるんですね。それをイメージしてこの中にね悪の組織を作っていきたいと思います。だからもうトンネルでね、トンネルくぐれば山吹シティだよという感じでいきたいと思います。ここをね、さあ来ました、ミサイルは予算問題を街の外に吹っ飛ばす。ワレンユースです、市長。私の予算状況の分析によると、この調子でいけば私たちは破産するのはそう先のことではありません。しかしここに選択肢があります。軍は新しいミサイル試験発射場を作りたがっており、私たちの都市はその目的にぴったりなのです。年間のリース料も払ってくれますということで、これを承認するとですね、ミサイル発射場を作ることができます。そうすることにより月間の収入が、ほら取引ということでミサイル発射場お金が入ってくるんですね。実際ここからミサイル撃たれます。労働者なし。何をやってるかと言いますと、今回のコンセプト、支出を大幅に赤字にしてですね、で赤字の状態が続くと、今みたいになんかこうミサイルの発射場を作ってくれみたいな、そういった取引が来るんですね。なんでこの中を悪の組織でいっぱいにしようという、そういう魂胆ですね。ちょっとそれでまだいくつかの施設があったと思うのでやってみたいと思います。あ、その前にお金がもうやばいですね。発射された。今ミサイル発射された。スローで見たかったな。発射された。あー来た。さらに来ましたね。軍事基地は赤字予算を打倒するということで、今度は軍事基地ですね。それに私は軍服がなかなか似合うんですよとか言ってますね。でかい、でかいな。取り壊さないと入らないか。いや、まあちょっとこれをさらに作りましょう。さらに来ましたね。これも承認。あ、これちっちゃいからいけるな。あ、さあ来ました、ブー博士が提案する悪魔の取引。昨日夜遅く電話が鳴って奇妙な鼻歌だけが聞こえてきました。再び眠りにつくと、謎のブー博士が、夢枕に立ったのです。彼は我々の予算問題の解決を提案しました。秘密の作戦基地エリア51じゃなくてエリア 5.1、 最高機密を山吹シティに作るのを認めろというのです。どうしましょうね。市長、博士とその子分は町に悪影響を与えるかもしれません。とはいえ彼は最高のアイスクリームを出してくれますよ。さあこれを承認することで、あー落ちた、マジか、ゲーム落ちた。ちょ待って、あーやった、また来た。あーゲームね、シムシティね、何ですかね、 Windows 10と相性悪いのか、たまに落ちるんですよね。それから何、ブー博士の陰謀でっか、これでかいんですよ。でかすぎてちょっと街の中どうしても立てなかったけど、これ厳しいか。いや頑張ればいけるな。ちょっと頑張ってここに立てたいな。どうせならね、中に全部立てたいですよね。ちょっと立てるために債権を発行して、悪の組織立てるために借金を作るってやばいですけどね。で
こっからここまでを壊す。おい、これ道もなくなっちゃうから後でなんとかしなきゃいけないんですけど。そしてブー博士のプレゼントエリア 5.1。 あ、こっちの道も壊さなきゃダメか。なんとか無理やり突っ込もう。どうせならもうここまで来たらね、全部中にあるっていうのがなんかかっこいいですよね。かっこいい、かっこいいかわかんないけど、道がないって言われたら後でなんとかしよう。エリア 5.1。 おへへ、来たぞ。あとは他の施設への道を無理やり。さあ、というわけで山吹シティがヤバい都市になりました。エリア 5.1、最高機密って書いてありますね。アイスクリームの種類4つ、さらに連邦刑務所、ナンバープレート、年間のナンバープレート、なんだ、盗まれてるのか作ってるのか、さらに有毒廃棄物、集積場ということで、突然の変異体の発生17って書いてありますけど、ここね、放射能汚染があるんですね。さすがにここの周りに工場とかも立ちませんでした。そしてここには軍事基地ということで、皮むいたジャガイモとか言ってますけど、ここでも放射能漏れ出てるっていうね、山吹シティがずいぶんやばいとこになっちゃって、ちょっと無職がちらほらいる感じなんですけども、周りは農村ということでね、のほほんとしてるんですが、水質汚染もうわーって感じですね。一応これ中が一番やばいのかな、まあ、農場が一番やばいのか。で、大気汚染もね、大気汚染実は中の方がやばいっていうね、若干このすり鉢状の山によって遮られて外に漏れ出てないって、中が一番やばいんですけど、中には貧乏なあの住宅がもうおかげでずらーっと並んでるわけですね。ずらーっと並んで、人口増えたせいで多分今食がないよっていう風になってしまってるんだと思います。なんで供給需要としては郊外需要がすごい伸びてますね。で、額がないのでハイテクは一切ないです。はい、未だにこんな状態でも、貧乏な家庭は、この土地に移り住みたいと言ってますけど、中にはエリア 5.1 があると。このようなシムシティのね、あのお金を稼ぐ方法もあるということでご紹介いたしました。若干これでもまだ赤なんで、この辺の予算を削ればだいぶじゃないか。今わざと上げてたんで予算を、あ、だいぶですね、だいぶ抑えられたんで、若干様子見てみますか。これで立ち行くのか。あ、だいぶですね。今債権の返済がだいぶお金取っちゃってるから、これさえ返却、お金返せたら、返済できたら黒に転じそうなもんですけどね。はい、ということで、とんでもない都市、こういった都市も作ることができると。あ、やっぱり道ないって言われてますね。そういうこともできると。で、今ちょっと破壊しちゃったからかな、それとも人口肩なりすぎてるのかな、職がないよという風になっておりますので、逆に言えば隣接するところになんか働く場所を作れば、ここもなんか解消される可能性ありますね。その辺のゲームシステム理解してないんですけど、ということでこういうこともできるという回でした。ご視聴ありがとうございました。